マイケル・スコット・チェイビスは、アメリカ合衆国、ジョージア州、マリエッタ出身のプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のピッツバーグパイレーツ所属。2014年の MLB ドラフトで一巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、在籍していた、クレムゾン大学を辞めて6月16日に、サインボーナス187万500ドルで契約した。直後の7月5日に、 参加のルーキー級、ガルフコーストリーグレッドソックスでプロデビュー。このシーズンは同チームで39試合に出場して打率。269、1本塁打、16打点、オプス、772を記録した。チームはプレーオフに進出し、リーグ優勝を果たした。2015年は A 級グリーンビルドライブに昇格した。このシーズンは、 同チームで109試合に出場して打率、223、16本塁打、58打点、オプス、682を記録した。2016年も A 級グリーンビルで開幕を迎え、8月23日に A 級セーラムレッドソックスに昇格した。このシーズンは2チーム合計で81試合に出場して打率、237、8本塁打、36打点、 オプス684を記録した。2017年は a 級セーラムで開幕を迎え、6月22日に a 級ポートランドシードックスに昇格した。このシーズンは2チーム合計で126試合に出場して打率。282、31本塁打、94打点、オプス910を記録した。二千十八年四月六日、チェイビスから 禁止薬物である筋肉増強剤のクロロデヒドロメチルテストステロンが検出されたとして80試合の出場停止処分とされた。処分を終えた7月2日に A-9 ローウェルスピナーズで復帰した。7月7日に AA 級ポートランドに昇格。8月24日に AA、A、級ポータケットレッドソックスに昇格した。このシーズンは3チーム合計で46試合に。 出場して打率、298、9本塁打、27打点、オプス、919を記録した。シーズン後に、レッドソックスは、チェイビスを40人枠に追加した。2019年は、トリプル A 級ポータケットで開幕を迎え、4月19日に、メジャー昇格。翌4月20日に行われた、タンパベイレーズ戦で、サンディレオンへの代打として出場し、 メジャーデビュー。この打席ではセンターオーバーの二塁打を放ち、メジャー初打席で初安打を記録した。翌4月21日の同カードで7番二塁手としてメジャー初の先発起用された。4月23日のデトロイトタイガース戦でメジャー初本塁打を放った。5月4日に行われたシカゴホワイトソックス戦で1試合に本塁打を達成した。 5月15日のコロラドロッキーズ戦では自身、メジャー初となるサヨナラアンダーを放った。最終的に95試合に出場して打率、254、18本塁打、58打点、2投塁を記録した。2020年は42試合に出場して打率、212、5本塁打、19打点、3投塁を記録した。2021年7月30日に、 オースティン・デイビスとのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。ありがとうございます。